はい、ピースケです。パープルアプリやっていきたいと思います。今日ははい、ガチャ更新来まして、応援団パープル王座決定戦、こちらを30連引いていきたいと思います。で、まさかなのか分かんないですけど、振袖の復刻のみで新キャラはなしといった感じのガチャになったようでございます。で、見ていきましょう。で、初回が PR 以上、アーサー、モドレット、クネちゃんの3キャラから1枚 PR 以上確定で、まあ、毎回振袖が大アップで、ピックアップされてる円卓キャラと虹谷、桃屋、浦賀の3キャラの中からがショーアップっていう感じになっております。で、2回目と4回目以降、これは PR 以上が1枚確定で、まあ、振袖大アップです。で、3回目で、このバナナ内から1枚確定という感じになっております。で、振袖が復刻ですね。まあ、お正月なのでもうね、今日からお仕事の方とかいっぱいいると思うんですけど、僕は全然関係ない感じなんですが、元旦だけ休みだったかな、はいですね。で、まあ円卓のキャラがピックアップされてまして、で、虹谷、桃屋、浦賀がこの辺はあれかな、その最後のなんかバントとかコントロールとか、あ、じゃあ的当てとかのやつで使えるキャラなのか分かんないんですけどはい、ということでございます。まあ俺はもう宮部が今プラス3で PR 解放プラス2とかなので、もうとにかくこいつがいっぱい出てほしいっていう感じでございます。プラゴにしたいですね。で、アーサーも PSR 解放したい。で、モードレットもあと1でプラス5なので、まあ、この3キャラはもう特に欲しいですね。これがいっぱい出てほしい。で、クネちゃんも今プラス2ぐらいなので、まあこの3キャラの次に欲しいって感じですね。虹谷はもういいです、50になったので。で、桃屋と浦賀ですね。はい。桃屋もプラ5になってるかな。なので、確実に雅を当てていきたいって感じですね。はい。というわけでいきましょう。とりあえず振り袖が確実に欲しい。SR。あー、ピエル。振り袖。振り袖いっぱい来て。振り袖。アーサー OK。振り袖 OK。振り袖いっぱい、振り袖がいっぱい欲しい。まあ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 、はい、というわけで PR 以上1枚確定でございます。とりあえず振り袖の解放さえできればそれでいい。ボール OK。 あー、 SR 来ないな。お願いします。振り袖、よし、来い、振り袖、振り袖、あー、渋いぞ。はい、最後バナナ確定でございます。マジで振り袖1枚来てくれれば。振り袖 SR1 枚くれば全然違う。来い、なんで暗転した時点で終わったって感じですね。うわー、きつい。いけるかな。 R はいるな。ちょっと解放いってみましょう。渋いな、渋ガチャやこれ。振り袖、いけるかな。 R 博士3枚か。これが通ってくれれば全然違う。もう一回来い。うわ、これどうするかっすね。いやー、怖え。 PR もねえし。でモードレット来てないのか。いや、ここはもう2段階狙っていこう。なんか狙ってきます。うわ、怖い。じゃないと見せ場がない
お願いします。来い。お願いします。ご視聴ありがとうございました。いやーマジか、あと1だな。まあちょっと追加回してもいいかなっていう感じがあるガチャでございました。はい、ぜひチャンネル登録と、あ、まだいけるかな、てかアーサー行こう。マジか、あと1か、なんだダメだ、くね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 、はい、はい、ダメ、開放が悪い、開放が悪い、うん、あれ誰かいたような気がするけど、はい、以上でございます。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。皆さんピースな一日を。バイバイ。